今日は洋梨のコンポートを作りたいと思います。美味しく作るにはポイントが2つあります。その2つのポイントをしっかり守れば誰でも美味しくコンポートが作れるようになります。最後までご覧ください。それでは作っていきましょう。どこの洋梨これ？これもう山形だね。立派な洋梨でしょ。ねえ、なんか品種はあったりするの？これはね、オーロラっていう品種です。ね、ラフランス有名ですけど、もう洋梨いっぱいあるんですよ、品種。で、今回はオーロラっていう。ラフランスって品種なの？あれ品種名。あ、そうなんだ。洋梨とラフランスっていう品種。そう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 。そうです。そうです。あれ品種名です。ラフランスっていう品種名。俺ずっと洋梨をラフランスって言うの。で、コンポートがこれイタリアのドルチェ？いや、コンポートはいやイタリアに限らずヨーロッパ、まあ多分もともとはフランスだと思う。甘く煮るっていう意味だけど、ヨーロッパで基本的には作られるデザート。有名なのはリンゴとかね、果物全般何でもいけるかな。でも今洋梨って今のが美味しい時期なんで、いやこのまま食べても絶対美味しいんだよ。でもより美味しくするためにコンポートにしましょう。調理しましょう。皮を剥いていきますね。富山に生まれてるからさ、クレハの香水がやっぱ、クレハ梨ね、一番うまい梨だと思ってる。うまいよね、でも香水はね。香水、俺香水のやっぱしっとりしてる感じはさ、うん、あんま好きなけど、香水が一番おいしい。あ、シャキシャキしてるやつね。一回さ、千葉に行ってさ、取材しに行って、で、一緒にご飯食べたと梨が出てきて、それは香水だったの。うん、で、僕やっぱでも、地元でもなんで、香水が好きなんですよね。うん、いや梨は香水にかけるよね。やっぱ地元のあれなんだね。へえー、そっか。そうなんだ。だから多分新潟の人は本当は20世紀梨が好きだと思う。多分ね。うん。ちょっと甘すぎるとかねなるかもしれない。あの爽やかな甘みがいいとかね。どこの洋梨高いでしょ。高い。これ1個600円700円ぐらい。うん、いやもっと高いのあったよ、1000円とか、1個1000円。いや、嬉しい、スクイーズ。もうレモンサワーだね、これね。めちゃくちゃスクイーザーでやっててる。いや、出るんだよ、ほんと。手で絞るともう限界があるからね。はい、もう準備完了です。では、洋梨を煮ていきます。シロップの材料をすべて鍋に入れますね。お水、そして白ワイン。あ、コンポートは白ワインも入れるんだ。うん、あのもちろん赤ワインで作っても大丈夫。あ、そう、うん、あ、確かに赤くなってるやつある。赤くなってるのもある。で、今回のポイントです。これ何でしょう。はい、シナモン。お、正解。そう、コンポート確かにちょっと香ばしいというか、うん、スパイスこうね、スパイスの香りするね。そう、なんでもちろん入れなくてもいいんだよ。あ、入れなくてもいいし、子供はひょっとしたら嫌いかもしれないから、うん、入れなくてもいいんだけど、やっぱり味に深みが出るし、うん、ね、一つ目シナモンスティックね。もう一つこれ何でしょう。これグローブ。グローブじゃない、クローブ。欲しいな。あのキャッチしないから。キャッチしない、ね、そうそうそう、グローブね。カレーとかでも入れる香辛料ね。あ、入れる、ね、そうそう。じゃあ今回のポイントのシナモンスティックとクローブ、このぐらい入れましょうね。はい、結構たっぷり入れました。で、ここね、火をかけます。これあれかな、ひょっとしたらつかんねえか、この両者つかんないね。ねえ、これ見て、全然足んないでしょ。なんでシロップ液急遽倍にします。これでも本当は十分なの、カットすれば。うん、カットすれば十分だけど、今回ちょっとこの1個の丸で作りたいので、シロップを倍にしましょう。水を足して、はい、まあ、単純に倍すると思う。単純に倍です。それでも足りないかもしれないけど、でもその時に活躍するのが落とし蓋ね。はいはい、はい、うん、グツグツいってきたね。もうグラニュー糖が溶けてグツグツいってきたんで、はい、ここに洋梨投入です。お、いいね。 お風呂みたい、ほんと。はい、お、いいね。ギリギリちょっと横にしようか。横にしたらちょうど、ちょっとね、あのはみ出してるけど、はい、ここでポイントですね。このはみ出してる部分ありますけど、これをちゃんとこう煮たいので、
落とし蓋、もう落とさないぐらいの液体、液体になってるけど落とし蓋ね。これでちゃんとこうここまで味が染みるように、ね、で火は弱火にしましょう、吹きこぼれないようにね。これで15分、もうこれをこのような大きいから20分ぐらいかかるかな、煮ていきます。でこの表面出てるところはたまに回してあげましょう。20分経ちましたので火を止めますね。これでもう粗熱を取って冷蔵庫、はい、おいいですね、優しくね、もう崩れちゃうもったいないんで、よいしょ、あーね、柔らかくなってるから気をつけないと。よし、うん、すごいスパイスの香りが。じゃあスープごとね、いきます。なんならそれも甘くて美味しいんですか。そう、このこれはシロップなのでね、シナモン、はい。じゃあこれが冷めたら冷蔵庫入れましょう。6時間ぐらいね、経ちましたね。冷えてます。お、出来上がり、すごいね、丸、すごいでしょ、贅沢だねこれ。はい、立てましょうねこれね。いや外れそうだよほら、本当に柔らかいもん、プルプル。スッとね、スッと入るよね。おいしい。横出しおいしいね。大出しがうまいね。うまい。うまい。大人の味。ね。うん。やっぱ一手間加えるとちょっと美味しくなる。横出し本来はあんまり得意じゃないんでしょ。うん。いやー。でもコンポートだと、すごくおいしいね。うん。ありがとう。味が入ったら最高だもん。あ、ちゃんとでもこうなる前に普通の状態で、この洋梨食べてるから1個そうすればよかったね。絶対うまいから絶対。いや食べた後、もう何も知らずにこうなっちゃってるからさ、そう、1個と半分取っときゃよかったな、ね、いや、絶対美味しかったと思うんだ。絶対美味しいね、この洋梨、きっと、うんうんうん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また9月中旬より、銀座のラ・ボッテガイアも再オープンしております。よろしければお立ち寄りください。